つけてるのかちょっと頭が悪いまあ、なんかね、ちょっとあれはやめた方がいいんじゃないかと思うけど、なんか中国で上海でアイリーが入ってきてさ、ちょっとダメなんだよ。外国人なんですよ。時代ですね。なんでちょっと。いろんなところで、ね、でも、そう見えてもさ、全然喋れませんみたいな、やっぱり日本人の人もいるからね。バレたみたいな。やっぱ全然ありえるなぁ。でも結構話したら仲がいい。
少しお下がりください、お下がりください、もう奥さん行ってみます。奥さん行ってみます。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
今から1396年前、瑠璃子天皇36年、西暦
当時は浅草座と呼ばれた海であった現在の隅田川で漁師の兄弟、日の熊の玉成と日の熊の竹成がいつものように漁をしていましたけど、その身に限って魚に立てかかわず、代わって小型の小さな銅が網にかかり、幾度海に投げ返してもまた網にかかるばかりでした。兄弟は仕方がなく小さな銅とともに船を降り、近くにあった縁起の木の切り株に銅を安置して、近隣で文化地場として知られた萩の高松に見てもらいました。萩の高松はそれが尊い観音様の寮であると兄弟に伝え、3人で真中市の屋敷内に銅板を作り祀るようにしました。この銅板が後の天皇寺の始まりです。また皇帝最初に観音堂をお祀りしたこれら3人の患者大保険として研究されたお屋敷が後の浅草寺になります。さらには患者が草案を作る際それを手伝いに船着物の草案の清掃や草刈りに努めた住人の時に流動草刈り道具と呼ばれる農民が浮き上がった草案の周りで動くさんが銀座サラマイの始まりともいわれます。その後も、横浜から流行した連絡前の用途を取り入れながら、誘導時の基準が、当時、たくさん変則号と呼ばれた、現在の専属八ヶ町の人々により、今日まで連々と受け継がれています。銀座サラマイは、連絡前の一部と言われ、今のような形が定まったのは、この一頃から見て、鎌倉時代、あるいは江戸末期時代と言われております。江戸時代には、石役に対し、一人五世紀、すなわち百五世紀頃の子たちが、徳川家から来ましたで、学人が衣装をまとった時には、大名と並ぶ次の地位の下の階層を書いています。大正時代には九州の森木山町を出て大正時代の上段を賜りました。昭和31年11月、東京都から無形民族文化財の指定を受け、平成27年3月に国から記録等の発生措置を含むべき経営民族文化財、いわゆる選択的経営民族文化財の選択を受けました。それでは、ただいまより民族名前を訪問します。始まります。近畿民族名前は駅前と連絡前の発足といわれる民族名前の2つで構成されています。駅前と連絡前が共に行われるのは全国的に珍しいと言われています。ここ桜田市では前半の駅前は省略させていただきますが、浅草神社の駅前は東大南北4方向を一回りする地方型での前で駅前の設定と言われております。現在の前が減少されているのは、東京都の東の部分が大阪神社、越前の方の神社と言われています。これから訪問者になっていた方の前は、東大の神社にと、上の人の神社と、ちょっと見ると、神社の神社の神社の神社が、あったという、古代からの神社の神社です。神社から前が豪華豪華を祈願するなんで、神社から前が奈良の薩摩大社、一宮の熊野大社、一宮の
埼玉、東北の大津寺にお出演いただいています。最初は種まきです。これは畑で種をまく人さを表す言葉です。何かを入れる。
番目の金丸が終わりました。インドドラマの2番目はパタローです。何かお前に食べてる。パタローを並べて田植えをする人さんを学びました。上から田植えなのか。
Hoje não, mas amanhã e quando tem a.